夢の球宴プロ野球オールスターゲーム第1戦は19日後楽園球場に超満員の観衆を集めて行われました。ホームランキングを争うスペンサー野村に対してセントラルは村山を立てての対戦です。パリーグは早くも1回ヒットの広瀬を二塁に置いてスペンサーが登場。村山のストレートをライト前にヒット。二塁から広瀬帰り先取点。勢いに乗るパリーグは続く小玉もセンター前に安打を放ち、スペンサー帰って2点のリードです。一方セリーグも先発杉浦の投じるストレートを近藤和彦がライトスタンドに叩き込み2対1、夢の球宴にふさわしい好ゲームとなりました。オールスター戦の見せ場、ファン投票第1位の宮田が登場。スペンサーと相対します。巨漢スペンサーは宮田の投ずる3球目をレフトスタンドに大ホームラン。セリーグのモサレンを牛耳ってきたリリーフの神様宮田は4回にも近鉄の高木にライトスタンドに放り込まれあえなくダウン。5対1とパ・リーグ4点のリードのうちに迎えた最終回。セリーグは江藤マーシャルの中日コンビが活躍、一矢を報いたものの後が続かず5対2。戦前の予想通り打のパ・リーグが当のセリーグを制したと言えましょう。